やることが書いてある、はい、ということで、あの探索もできるということになっています。はいはいはい、おー、あ、なるほど。藤の花に囲まれてとても綺麗だったのに。これジャンプアクションもありながらどうですか、まずこの雰囲気ですけれども、すごい綺麗です ね山だ。夜のあの薄気味悪い感じがね出ているでしょうというところなんですが、調べる、はい、これ鬼滅ポイントというものがあって、うん、今オレンジ色に光っていましたけれども、はい、こういったものを集めることで宝章パネルというものがあるんですが、これを開放するときに、まあ、使うポイントが貯めていくことができるということになっています。エリアの隅々まで探索して皆さん集めてみてください。はい、ほいほい、50ポイントですですね。お、お、お、なんだこれ、青いびっくりマーク出てたと思うんですが、あの、ほうほう、おう、ほう、はい、宝章任務というものがあるんですけれども、青のマークでエリアだったり地図上で表示されるものなんですけれども、同じテーマの宝章任務すべてクリアすると宝章パネルを開放できるという仕様になっています。はい、だから、あ、なんか二手に分かれてる、そうそう、二手に分かれてるので、まあどっちに進むか、どういうふうに探索を進めていくかっていう感じですね。じゃあ右、せっかくだから右を選んだ。匂いがする、人が恐れている匂い、興奮している匂い、それに鬼の匂い。鬼の匂い、お、来た、肩振りの人肉だ。おお、鬼だ。鬼です。いきなり二人やれるだろうか。いきなり二人、まあこの辺りではね負けていただきたくないんですが、隙の糸というものがあるんですよ、うんうん、敵の体力を一定以下に減らすことで、うんうん、この隙の糸が見える瞬間があるんですね、うんうん、これを見た時に三角ボタンを押すと一撃でとどめを刺すことができるんですが、おすごい、 あとはさばきというものですね、こう相手の攻撃を何でしょうね、いなすというんでしょうか、うんうんうん、そういうアクションをうまく使っていくと華麗に勝負を進めていくことができるのかなと思います。エルスティックを素早く倒した瞬間にガードボタンでさばきの構えを取ることができますので、うんうん、もしよかったらちょっとチャレンジしてみてください。はい、わかりました。おお、避けられた、全然さばかない。やはりあるのは攻撃の、いいですよ。はいはいはい、おお、あ、ちょっと早いか、タイミング合わせて、お、今の相手がちょっと光った時にうまくさばきを合わせると、なるほど、タイミングもあるんですね。そうそう、しかし滝つぼの連打。ここでさばきです。あーあー、難しい、これ難しいでしょ。難しいタイミング、これですよ、ここですよ、ここだ、ちょっと早かった。難しい。そうなんです、これうまく決めるのね、本当に難しいんですよ。あ、スキルイト、スキルイト、何すると、おお、何と言いながら鬼を討伐していくが、もう一体、もう一体いる、はい、さ、いなして、さばきたい、さばきたいね、さばきたい、ここです、ここだ、うまい、さばいた、お、素晴らしい、やった、まだいける、まだいける、あ、もう一回、あ、避けてますよ、避けてますよ、しっかりとコンボも決めていきます。相手が光った、あ、惜しい、そう、タイミングは分かってる、あ、ここ、ここだ、ちょっと早いか、あ、ちょっと早い。早いって、あと 0.5 秒とかなんですけどね。なるほど、いいですよ、やはり滝壺こそが最強。あと1回さばき、さばき、さばき、うわぁ。だからそう、攻撃連打してるとなかなかさばけない。おぉ、ちょっと早かった。 0.3 秒早い、あ、もう広いよ、広いと。そうなんですよ、捌くの難しいですね。そう、捌きが決まる、ほら、だから捌きが決まるとやっぱもう S ランクとかいきますよ。なるほど、うん、まあ、これはもうやっぱ訓練のねあるのみといった感じですけれども、なるほど、この辺りも三つ股にね道が分かれてますから、三つ股、どうしよう、じゃあまっすぐ、お、結構じゃあ広いんですね。そうですね、進めないか、進めない、別の道を探さないとな。じゃあ右、なんだこの腐ったような匂いは、危ない、はい、はいはいはい、匂いの探知、まあ、炭治郎は鼻が効くので、うんうん、この匂いの探知を使うことで目的の場所への道筋が見えるようになるんですが、うんうん、R2 ボタンを押すことでこのまあ匂いが視覚化されてプレイヤーにも見えるというような仕様になっています、うんうん、なるほど、うん、はい、
早くもうボスを倒したいんだっていう人はこの匂いの探知を積極的に行っていけばいいと。あ、なんか人がいる。そうそうそう、無視なんですか？なんかまずはいはい、はい、思いのかけらということで、まあ、これはポーズメニューの思いのかけら一覧からいつでも確認することができるので、はい、思い思いの時にこれを確認してみていただければなというふうに思います、うん、これはほうほう、さっきの人、あ、いたいたいた、どうしたんですか、落ち着いてください、バカ野郎、固まってると鬼に見つかるだろう、離れろ、向こうに行け、ひどく怯えて動揺している、落ち着かせるために離れた方がいいな。やっぱね、鬼殺隊になるって全然当然のことじゃないですもんね。そうです ね、 ね、鬼はやっぱ怖いですから。お、あ、また鬼戦です。ちょっとやっぱさばいていきたいですね。さばきたいです。あ、さばく、ちょっと、あーちょっと、あーガードだったから今の。いいですよ、しかし掴み技もうまく入れている。あーと、ここは食らってしまう。水車に対して、でも相手もこうね、あの光ってる時はこっちの攻撃無視してさらに上から叩いてくるんで、なるほど、あれさばき、結構ね、倒すのがちょっとこうタイミングが難しい。あ、こうですね。そうそうそう、ああ、感じのじわりと HP が削れてきていますが、ここだ、なんか違うのしちゃった、している、違うのしちゃった、さばきたいのに解放をする、ここです、ここです、ここです、ガードができるんだけどな、うん、そしてもう難しい、さばき難しい、さばきちょっと苦手ですね、うん、しかし評価は早いですね、 A だ、いい評価が来ています。さばきちょっと要練習ですね。そうです、やっぱこれだと対戦プレーとかになってくると、やっぱもうさばきの数が明暗を分けるのかな。どうしたんですか、大丈夫ですか。あ、わけわかんねえ、鬼にやられたんだろうか、それにしては傷が少ないような、うん、変な奴が誰かで構わず襲ってきやがったんだ、わけわかんねえこと叫びながら、うん、確かにそう離れていない場所におかしな匂いがする。おかしな匂い、鬼じゃない、あ、人のような、獣、獣といえば獣のような、なんだ、本当に存在感のあるキャラクターですよね、本当に。おお、これはいい声してんな。よくわからない変な匂いのやつがこの山にいる、さらに用心していこう。下手したら鬼より怖いですからね。そうです ね、 ね、誰とは言いませんけれども無差別ですから ね、 ね、あ、違う、こっちに行ける、このタイミングで R2 とか使うと、ほうほう、あ、そうそうそう、あ、すごい、横、横スクール、ね、画面もね、縦だったり横だったりいろいろ入れ替わっていくところでまた鬼、今回もさばいていきます、さばく、あ、あれ、あ、まあ、すいません、水ぐるまを放っていく。お、ここだ、あれ今のは 0.4 秒早かったですね。もう一回いける、お、ガードは成功していますが、さばきではありません、難しいな、ここか、そう、そう、それがさばき、掴んだ、掴んだ、今のがさばきです。おこれ2連で成功させたらもう物にしたと言っていいでしょう。もう一回さばきチャンスきますよ、さばきたい、ここだ、あ、違う、おお、わ、すげえすごい、戦いの中で成長している、評価 S です、これを、今のは完璧でしたね、やった、さばきからの隙の糸、ダメだこの人はもう、いやそうですよ、あともう少しだけ早くさばきが完成していれば救えたかもしれない命だった、さばき足りなかった、さばき足りなかった、いや飲み込みが早い、いやちょっと才能あるかもしれないです、来てますね、あ、お、あのシルエットは、あ、他の参加者だ、
でも妙におどおどしているというか。この色は。うわあ！なんだよ本当。ただの風なの？風なら風って言ってよ。もっとそういうのやめて。いきなり風が吹くとか。風にビビって。心臓が口から出てくるから。本当に。グループに一人ぐらいこういう子欲しいですよね。欲しいですね。鬼がうろついてるし。なんなの？なんなんだよここ。なんで俺なんかが参加しなきゃいけないの？俺嫌だって言ったのに。一人でよく喋るな。今度こそ出たでしょ。ああ行っちゃった。早いな。ここではまだやっぱ名前は明かされないですね。そうですね。だけなんだけど。参加者にもいろんな人がいるんだな。いや、いろんな人がいますね。炭治郎の許容量がすごいですよね。お、あ、なんか人が走ってる。逃げていく。あ、もうね、物にしてますもんね。もう行けますよ、私は。砂漠。砂漠、得意技、砂漠。来い来い来い。早かったな、今のは 0.3 秒早かったですね。難しい。掴んだと思ったんだけどな。相手の鬼に言ってもね、タイミングがちょっとありますから。そうですね。早い早く来い。めちゃくちゃ溜めるじゃん。そう、めちゃくちゃ溜めてくるね。あれずらしだね、相手。ずらしですね。さばきたい。究極さばかないでね。あ、さばきたい。ここだ。あー、ちょっと。どうだって今の本当にも 0.2 秒とかだったと思うよね。難しい。あ、捕まえてる。難しい。これは評価が心配だが。もう攻撃すらしない。さばきに行きたい。さばきに行きたい。いけるか。今だ。ここか。なあ、ほら。この鬼との相性は悪いですね。悪いですね。ちょっとタイミングつかめないな。鬼ごとに相性があるのかもしれません。いや、ありますね、これは。これはソロプレイモード皆さんもプレイして、ぜひともさばきをね。いや、もうやっぱ歩き回るの楽しいですし、なんかちょっとアングルが変わったりだとか、いろんな道を通れたりとか、あとはもうあのいろんなキャラクターにも出会えたり、すごい楽しいですね。そうそう、まあだからパネルなんかを開放していくのもね、やっぱそのコレクター欲が強い人の気持ちを刺激したりしますんで、隅々まで回りたいですね。そうそうそう、ぜひともね。